れちょっと難しいけど、でもこれでも弾ける、うん、ちょっと大きすぎる、これだと作れちゃう、これでいい、うまく弾けないかもしれないけど、ちょっと挟んでやってごらん、うまく弾けなくていいから、とりあえずそのまま音を出す工夫をしてもらう、なんでもっともっとこうやって入ってもらう、最初のね、その道を立てすぎ、もっとね、こうやって入ろう、ね、そうすると今これが立てようか、そう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 、あー、そうそうそう、最初のこの角度をちゃんとこれで身につけてるけど、これちょっと君には太すぎたんだけど、うん、こう潰さないっていうのはすごく何を弾くときも大事ね、もっとちょっと難しい、これ3度のやつ、ここが潰れたらいけない、ここが入れない、何を弾くときも絶対こう、ハサミ、カニのハサミみたいな、カニのハサミに、うん、美味しいな。カニの爪みたいな形でしょ。これだ。これだ。こう。それやってみて。うん、すごくいろいろいいことをやってるので、せっかくだから、ちょっと行きたいんだけど、この2段目。ミミファーレ。次の音、アクセントだよね。これアクセントだよね。そしたらさ、このアクセントが、より効果が、このアクセントの効果が上がるためには、この音はどうしたらいいか。小さく弾いた方がいいね。ね。出た瞬間にこれ食べちゃったらこれダメ、このここで入れたものって出てくるのはここだよ、ここまではまだ入ってない、レーソーレミド、より深く飛び込めばさ、浮いてくるのにも時間がかかる、浮いてくるのにも時間がかかる、逆に言えばより長い時間潜ってられるわけ、ちゃんと深いところまで行った方が、ね、で潜ってないとフレーズが途中で切れちゃう、途中で浮いてきちゃったらさ、そこで終わっちゃうんだフレーズ、その感じを想像したらプールに潜ってると思う、そう、ね、で当然深く潜る前には息をちゃんと吸わないと息が詰まっちゃう、ね、息を吸って
ラララララリタティ。今の和音でどちらがよりテンションが高い、盛り上がる、そっちだよね。なんかちょっとこれ楽しい、今度左だけやってみます。テンションという話、言い方をしたけれども、またはメロディーなんだよ、これはこれで。ね、本当ミとファしかないけど、ミとファだけでもこれ立派なメロディーだよね。ミ、ファ、ファ、ミ、ファ、ファ、ファ、ね内声は内声で、ね、だからこれここでテンションが上がると言ったけれども、これからこれに変わるときにあんまり C はそんなに強くはしない。これだとただこれは音が強くなるだけじゃなくて。3人のメロディーが左手の中にある、ね、すごく単純なメロディーだけど、でも立派にメロディーがある。だからね、練習するときにもちろん左手なんだから左手で弾くんだけれども、時々右手にも分けて弾いてもらう。左手の音を両手に分けて弾く。右手のそのメロディーとこう助け合いをするっていうか、お互いにこういい影響を及ぼすわけです。それを片手でやらないといけない。
多くの場面で逆に向いていることがあるんですね。だから釣られてしまわないというのがすごく大事なんです。今前半とか後半とか今のイーリーガールに対して左手のこの持ってきます。結構ね、みんなクレッシェンドすると速くなっちゃってっていう人が多いんだけど、クレッシェンドして速くするというやり方はもちろん時々あるね。ストリンジェンドって言って、それはすごくこう畳みかけてわーっていくような時に使うんだけれども、ただそれよりアラルガンドの方が多くの場合効果的で、アラルガンドというのはね、広がるっていう、大きくなるっていうこと、音が大きくなるだけじゃなくて存在が大きくなる。だから少し音が強くなると一緒にちょっと大きくなると思います。もうちょっとやりすぎると、ね、そうするとこう存在がふわっと大きくなったように聞こえる、ね、まあ、それわざとやっていけないんだけども、早くなっては絶対にいいんだろう。今そら、今のは極めて自然だったけど、もっと人に伝えてもらう。そうね、そうね。でディミネントはさっきと同じようにしていく。もう一回。そうそうそう。ね。一個気をつけてほしいのは、ミにアクセントつかないよね、この左、右手。これ右手の一番大きい音ってここでしょ。そこからずっと下り坂だよね。左はここでしょ。でそこから下り坂なわけ。ということは頂上からの距離は左の方が短いから、左の方がまだここは勢いがあるはず。だからどっちかというと左の方が強くなるね、ここは。でそれからこの辺。
だからね、いつだってその、いつだって右手が強いかってそうじゃないの。ね。当然さ、その頂上が近いパートの方がより目立つに決まってる、ね。うん、そういうことは多分インベンションとかやってればだんだん出てくると思うけれども、右手、いつも右手が強い人は変えない。で最後のさ、一番最後のリゾルート、タガタガタンっていうのをちょっと弾いてもらう。そこだけ準備よく準備していくかいと。タガタガタ。うん、もう一回。そう、まあ僕にはうまくいかない原因が一つすごく見えるんだけれども、形ができてないよ、最初。このミレドシだってこれも全部発見でしょ。発見だからこう どっかで指が上がってたりしたらダメなんだ。全部、全部。まず一回全部の音同時にガン、きっちり固めてガン。そういうこの手で、この手で円盤を持ってもらう、持たれるように。もっと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 。で、少し後輩。うん、そうそうそう、やったわ。うん。でね、その。それをやって揃わなかった時に、揃わなかったからといって指先で何とかしようと思ってはいけない、ね、あくまでもこのタイミングとか角度とかを工夫していって、でこういうふうに動かしたら、うん、例えばさ、この左の親指がちゃんとこういうふうに入らなきゃいけない、これじゃない、入ってこう出てくる。だらだらだら。あ、そう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 。OK？ 指が向くからね。逆の動きになっちゃう。ああ、そうそう。ね。最初の角度が感じるね。これが間違ってるともう、うん、どっちもさっちもいかない。最初こうやって。こうやって弾かないとうまくいかないんですよ、ね、それを身につける。そのためにはもちろん指強くしないといけないから、一個ずつちゃんと一個ずつに乗っかる練習するの。指を振り上げてっていうんじゃなくて、重さをそのままグッと受け止める、そういうこの角度をちゃんと保つ力の入れ方、それをこれから練習していきます、ね、そしたらポロッと転がすだけで音が出るようになる、ね、それがボールでいうところの中に空気を入れるっていうこと、ね、みんなね、中に空気が入ってないものを転がそうとするから、それは転がらないわけ、ね、空気が入ってないボールを転がしたらさ、ボテッボテッってなるだけでしょ、転がらない、ね、自転車のタイヤだって空気入れなきゃちゃんと転がらない。その空気を入れる練習をこれからしてて、そしたらね、もっと楽に弾けるかな。はい、ありがとう。
そうですか。